中国で新型コロナの感染が急拡大する中衛生当局は感染者数などの発表を取りやめると通知しました国家衛生健康委員会は今日からこれまで毎日公表してきた死者数や新規感染者数などの発表を取りやめます感染が急拡大し実態の把握が困難になったためとみられますこのの通知を受けて、中国 SNS 上では、 数字の発表はすでに意義を失っていたとの声が上がる一方死者数は公表するべきだとの意見も出ています。